ついに俺もワクチンを打つ時がやってきたか。はい、どうもヨシキンでーす。いやーもうやばいわ。いやもうやばい。もうコロコロワクチンを俺ももうそろそろ打たないとダメかもしれない。もう今まで先に避けてね、俺はもう打たんぞと言うてたんですけど、まあまずなんで俺が打ちたくないかというと、これ体めっちゃ弱いじゃないですか俺ね。もうワクチンの副作用とか副反応に耐えれるかなと思って、大体ね、打ってる人ってね、もうぐったりしてるでしょ。高熱とか出てね、ぐったりするじゃないですか。こんなに体弱いね、昔から子供の頃から体が弱い人間がね、打つとね、ちゃんとした健康な人でもあんだけ弱ってるのを見るともう怖いんすよね。正味の話。中にマイクロチップが入ってるとかさ、打ったら2年3年で死ぬとかでね、怖がってるわけじゃないんすよ。ね、今の俺のこのね、体の体力でボロボロくんでね、ワクチン打つのもほんま嫌なんすよね。多分打ったら1週間2週間は寝込むと思う。マジで。ね、だからもうワクチンはね、ほんでしかも俺昔からワクチンってそんなに信用してないからね。これはもうそのコロコロワクチンのね、陰謀を云々じゃなくて、ワクチンっていうのはそんなに信用してないわけよ。打つことによって若干ね、その効果がね、感染した時の重症化を防ぐって言われてるけど、ね、インフルエンザの時もそんなワクチン意味ないし、ね。コロコロに関してはでもね、実際に打った人の方が治りが早かったりしたのを見て、ああ、まあ一応効果はあるんやなとは思ったものの、でもなーってもう今更打たんでいいかなーと思ってたのよ。ね。ただ、現にコロナにかかり、ワクチン打てないでしょ？コロナって今言っちゃったけど、まあ、正味の話、後遺症が治んないっす。まあ、正味の話。ね。もうそれは事実なわけですよ。それは事実なの。その、ワクワクをね、打ってない俺は、ワクワクを打った人に対してね、比べてね、治りが確かに遅い。ね、未だに咳は出るし、体のね、だるいのはずっと続くし、これも、1年とか続くと思うわ。なんか治るような感じしないんですよね。それはなぜかというと、その去年ね、今回のコロコロの陽性でしたけど、前回その1年ちょっとくらい前かな、高熱39度、40度くらいの熱が1週間かと続いて何やったんやろっていう。ね。PCR 検査ではね、陰性だったから、コロコロではないかなと思ってたんですよ。今思えばそれがコロコロだったと思うんですよね。で、現にその高熱が出てから1週間くらい続いたんですよ。そして、今回の陽性になる前での1年間ちょっとくらい、ずっと咳とかね、止まんないんですよ。空咳みたいなのがずっと続いてて何やろうなと思ってたんですけど、これ1回目がね、コロコロだったって思って、それがよ、なんていうの、後遺症だったと思ったら納得できる部分がすごくあって、これね、後遺症ですわ。ほんでですよ、もう、俺が会社でさ、おつぼね A がね、まあ、おつぼね A に、移しちゃったんですけど、そのおつぼね A はワクチンを打ってからしばらく経ってたから、間が空いてたから、結構俺と同じくらい高熱とか続いたわけですけど、一応コロコロのワクワクを打ってたわけですよ、2回。ね。ほんならね、治ってきまして、治ってきたってあれなんですけど、後遺症が続いてるって言うてたんですよ、おつぼね A も。俺と同じくらい同じなんやなと思ってたら、最近になって、めきめき回復しだしまして、めきめき回復しだしまして、そうなってくると、おつぼね A もね、やっぱりワクチン打ってたからやなーってなるわけですよ。ね。あんたと違って、私はワクチン2回打ってるからなー、それで回復してるんやなーっていう話になるわけですよ。まあ事実回復してるわけですから。で、そうなるとどうなるかというと、あんたも打ち屋になるわけですよ。あんたも打ち屋になるわけですよ。で、まあ、そう言われてもね、いや、でもまあ、一回かかって抗体もできてるんで大丈夫ですよね、みたいな、まあ、いいと思うんですよ、とか言ってたら、多分ね、テレビとかワイドショー見たんでしょうね。コロコロのね、
後遺症はね、3ヶ月ぐらいしか続かんと。でしかもワクワクを打った時の抗体の方が、実際にかかった抗体よりワクワクの抗体の方が強いねんみたいなね、多分テレビで見たんでしょうね。だからそれは間違いないねんみたいなことを言われて、だから3ヶ月後に打てと。もうどこ情報やねん。もういらんいらん。もうただでもね、それはもうね、そのおつぼね A のテレビで見た情報ね、プラスね、自分がワクワク打って回復しているというね、二つのね、この流れから間違いないと確信持ってるわけですよ。ね。ほんで会社の権威で、会社の中でさ、力を持ってるのおつぼね A が一番トップですから、ある意味。ね。俺に対して、あ、もう絶対打てって言うたら、ね、上司とか社長とかも打て打て言うてくるでしょ、どうせ。もう、打ちたくない。打ちたくないよ。もういやいや。知らんぞ。打って。一週間、二週間寝込んでも。お、文句言わんといてね。もう、打ったらもう、打てって言ったらそっちだから。俺言いましたからね。ワクチン打ったらもうどうなるかわかりません、みたいな。もうこれでワンチャン死んだらもう、ほんま、もうおつぼね A のせいだから。ね。ヨシキンがね、あの、ついにワクチン打ったとかってね、ワクチン打ってもし死んだとしたら、おつぼね A のせいだから。もう、覚えといてみんな。俺ももし死んだら嫁さんに伝言しとくわ。ね。伝言？遺言で。ね。旦那が死んだのはおつぼね A がワクチンを無理やり打たせたからです、みたいな。本当に。発表してもらうわ。もう打ちたくないんだって、もう。そらもうそらさ、打ってる方がさ、治りも早くてね、後遺症も確かにね、なくなってるとはいえ、打ちたくないんだよ。ね。てか、俺は反ワクとかじゃないけど、ね。先ほど言いましたけど、打った後の反応が怖いっていうのと、ね。もう体弱ってる頃人間がね、ワクチンを打つっても、嫌なんだよなぁ。もう、打ちたくないんだよ。ね。だから、打ちって、俺言うてるでしょ。ワクワクに関しては。ね。反ワクの人とかはね、しょうもない嘘ばっかり、デマばっかり流してるとかね。反ワクの人を叩いてるからね。なんか俺もね、あの、なんかワクチンをね、推奨、もう、ごちゃごちゃしてるわ。もう、後遺症だわ。滑舌悪いのも全部後遺症。俺の滑舌が悪いのも全部後遺症です。ね。いや、普段ね、だから反ワク叩いてるくせにお前打たへんのかみたいな感じで言われるけど、俺は打ちたい人は打ったりして、打ちたくない人は打たなくていいと。だからそれをね、こう言って理由だからね、打ったらダメだみたいなね、ああいう活動するのはどうや言ってるんだよ。打ちたくなかったら勝手に打たなかったらいいんだよ、そんなもん。で、俺も打ちたくないから勝手に打ちたくないんだよ、だからもう。もう打ちたくないわ、もう。ね。打ちたくない。ね、打った時のメリットもね、わかりますよ。だから、その打ったら確かに後遺症もね、すぐ治ると。ね、重症化しない。ね、いいと思いますよ。だから、それがいいなと思う人は打ったらいいんですよ。で、俺はそういったことを考えても、でもそれを考えた上で、打ちたくないんだよ。もう打ちたくない。もう打ちたくないわ。でももう無理やわ。3ヶ月後多分言われるわ。言われる。だからね、一番いいのは3ヶ月後に打たれるからね、打ちなさいっていう話になるから、それまでに後遺症は絶対治しておきたいのよ。じゃあ、それが治ってたらいいんですよ。後遺症が完全に治ってたら、ね、あ、でも打たなくても後遺症もなくなったんで、みたいな感じで言うけど、俺だけ後遺症で弱ってるわけですやん。弱ってるわけですやん。そうなったら、なんでってなるわけ、会社のね、おつぼね A からね、あんたが陽性になりました。そして今でも後遺症でね、こうやってね、続いてて、体がね、弱ってて、ね、仕事がね、うまい、もう、昔みたいにね、こなせないのはなんでやと。ね。ワクチンを打ってないからでしょってなるわけ。ほんなら、打たされるわけや。もう、だから治したい。頼む。3ヶ月以内に後遺症完全に治したい。お願いします。頼む。俺の体よ。でも無理だと思う。
無理だよ、だってもう咳が続くのと体だるいのは無理だよ、だってその何回も言いますけど、今回の陽性になったらその1年前にそのコロナっぽいのにかかった時からの後遺症1年以上続いてるわけですもん。もう一ずっと続いてるんだもん、咳と体だるいのが。それが今回の陽性の、コロナの陽性でさらにパワーアップしてるんだもん。治るわけないやん、もうそんなもう3ヶ月とかで、ね、もうね、健康になってる姿が見えない、もう見えないよ、もう自分が健康になってる姿が想像できない。もう終わった、打たれるわ、打たれるわ、もうだからもう3ヶ月後ね、だからもうみんなも気をつけてください、後遺症には気をつけてくださいね、コロナのコロコロの後遺症には本当に治らんから、マジでね。いや、もっと言えばさ、あのワクワクのね、あの反ワクチンがね、反ワク派の人がね言うでしょ、反ワクチン後遺症って、ワクチンって言っちゃった、ワクワク後遺症打ったらね、ずっと体が だるくなったりね、こういった状態が続くって、あれね、ワクワクの後遺症じゃなくて、ワクワクをね、あの打ってコロコロにかかった人が含まれてるわけですよ。ワクワク打ってコロコロになった人もね、含まれて、その後遺症に対してワクワク後遺症って言ってるだけでありね。あれワクワク後遺症じゃなくてね、あのコロコロ後遺症の可能性もね、非常に高いと思いますよ。コロコロの後遺症は本当にもうワクワク後遺症って言われてるね、ものと変わらんもん。本当に。とりあえず体がだるくて咳が。もうダメですわ。もう噛むしね、咳も出るし、苦しいの。ね、だから俺がね、さ、あの、最近の動画でね、あの、噛みまくったり、ね、ね、トーク力が低下してるのも全部、コロコロのせいですよ。俺が、この動画が面白くないとかね、思う人いっぱいいると思う。ね、それは全部コロコロのせい。全部コロコロの後遺症です。本当はもっと面白い人間なんですよ。本当はもっと面白いね、都市伝説系 YouTuber なのに、ね、全然面白くなくて、都市伝説を全然語らないのも、すべてひっくるめてコロコロのせいですから。ね、これ後遺症で面白くなくなってるだけで、本当はもっと面白いの。ね、だから、チャンネル登録&高評価お願いします。後遺症がね、回復したら、めちゃくちゃ面白くなるから。マジで。全部ね、俺の登録者数が伸びなかったり、動画面白くないのも、全部コロコロのせいだから。え？後遺症だから、これ。あ、続いてるんだなと思って。今日の動画とか見てね、こいつ面白くないなと思った人、初めて俺の動画を見てね、面白くねえなこいつって思った人とかもいっぱいいると思う。全部、コロコロの後遺症なんです。ね？だから、とりあえずチャンネル登録して、俺の動画をずっと見てください。ね？急に面白くなったりしたら、あ、コロコロの後遺症なくなったなと思って。だからとりあえず登録してください。チャンネル登録をお願いします。ね。はい。以上、ヨシキンでした。バイバーイ。オタクのエイヤ、チャンネル登録よろしくね。